奈良県立医科大学。2018年度。推薦入試。回答例。1の設問1。A vaccine to protect endangered chimpanzees and gorillas against Ebola. 1の設問2。B. Outbreak. 突然の発生、突発。1の設問2。その他の選択肢。A. Theory. 理論。B. Disruption. 崩壊。C. Study. 研究。D. Occurrence. 発生。E. Interruption. 中断。1の設問3。チンパンジーは大陸全体により広く分布しているため、統計が取りにくいから。1の設問4。安全基準がより低い、つまり、よりいい加減な、動物実験に頼ることなく、チンパンジーの排泄物から抗体標本を採取するなど、より彼らの負担になりにくい方法で、最適な投薬量を探らなければならないこと。1の設問5。Well-meant efforts to boost animal welfare may have the unintended consequence of hampering vaccine development and causing their deaths in the wild. 英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。